こんばんは。あ、プーさん復活おめでとう。おめでとう。やっぱりプーさんだね。YouTube は。これこれチャンネルのプーさんは、マジでいい。うん。見た。ちゃんと見た。やっぱりプーさんだね。うん。やっぱり。いや、思ってるって。そうなんか、これこれの生放送に出てくるプーさんは、くどくて、いらねえって思うの。<laughs> <laughs> だけど、YouTube の、 そうなんか、これこれと、実写のこれこれと、プーさんは、マジで、ドンピシャで俺ハマってるから。ほんとに、よく戻ってきたみたいな。これ待ってたまである。俺の中で。ほんとにいいうん。ほんとに、もうほんとに良かったって思う。うん。ほんとかよ。いや、俺前から言ってんの。うん。嘘つけ、ほんとだって。ね、もっと煽ってやれよ。いや、別になんか、んか別に喧嘩したいわけじゃないし、でもほんとになんかいいと思う。うん。 渡部よりや、いや、渡部もいいんだよ。そう。あのなんかちょっとネクラっていうか陰キャな感じで、なんかチクチク突っ込んでく、刺してく感じの渡部とかも悪くなかったけども、やっぱり、プーさんいい。イケイケのオラオラと、ちょっとなんか実写になってリアルに外に出て、若干の日和を見せるこれこれが愛おしくなるんだよ。うん。あんまり素直に喜べないけどありがとう。いや、本当になんかこれからも、 うん、いや、いいんだよね。いや、どっちもいいけど、やっぱりね、プーさんの方がいいんだよね。うん。めごと系の動画撮れるんだよな。うん、マジで、しかもさ、なんか、その、プーさんのなんか粘着質っていうか、なんかしつこさみたいのがリアルでクソ生きるんだよ。うん、なんか、本当になんかしつこい老害みたいな、そのなんかタバコのポイ捨てとかでしつこい老害とかに当たった時の、プーさんは、もう、ほぼイコール神回みたいな状態になる。どっちもしつけえから、一生引っ張んのネタ。 そう,そう。マジでやばいから、あ、もうこれ当たりじゃってなるし。うん。<laughs> ちょっと、そう。で、言い回しとか面白いしね。うん。そう。老害 vs プーさんが面白いんだよ。そう。動画だとしつこさがちょうどいいもんな。うん。そう。生放送だとしつこいなとか、だれるなって思った時飛ばせないじゃん。そう。だから、なんかプーさんがこれこれの生放送にはまらないって俺は思っちゃう。 そうだけども動画って本当にしつこいなくどいなって思った時飛ばせるっていう意識のもと見てるからマジで良さが生きるそうそのくどさが「うん、帰れよ帰らねえよじゃあ帰るなよ」が面白かった <laughs> そそ言い回しもおもろいんだよ、うん、ただ全然伸びなかったわいやータバコねータバコダメなんだ いや、でも今、なんか YouTube 格闘寄りだからじゃないのそのブレイキングダウンとかさ、<う>ね、ちょっと流行りが、ね、まあ確かに。いや、俺でもタバコのポイ捨て好きだけどな、あれ。タバコはさすがにこすりすぎだよ。いや、でも擦ってもいいぐらい面白いネタだと思うけど、俺は。全然飽きない。<laughs> うん、格闘系が受けてんのいや、なんかブレイキングダウンみたいなの受けてるじゃん、今。 プーさん出てるやつは見ないって決めてる。いや、それはなんか食わず嫌いみたいな感じマジで癖になるから。